村役場のある、異国間地区周辺の空中写真。1975年撮影の2枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。異国間漁港下フロー温泉街風間浦村は、下北半島北部、津軽海峡に面した本州最北の村である。 村面積の大部分を、恐れ山山地を構成する山地にて占める。青森県下北半島北部に位置する。恐れ山山地を構成する山々が海に迫り、わずかに存在する平野部に集落が点在する。中心となる集落は、下風呂地区、異国間地区、蛇浦地区で、下風呂地区は、古くより、湯治場として知られる。主要産業は、漁業、観光、 林業である。村内の周廃業務は大畑郵便局が担当。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、19.77%減の1976人であり、県下40市町村中、最も減少率が高い。小学校以下は廃校、中学校以下は廃校、高等学校以下は廃校。このほか。 町内の郵便局の貯金窓口を含む、東北6県の郵著銀行及び、同行の銀行代理店となる、各郵便局の貯金窓口、そして、大間町など、隣接自治体内所在の金融機関が、収納代理金融機関を行っているところがある。ただし、ちのく銀行は、2016年11月に、大間支店が、大畑支店に統合されるのに伴って、 大間支店の配店後は、風間浦村の収納業務が行えなくなるため、口座振り替えの取り扱いを停止、窓口の取り扱いも、代金取り立てとなり、有料となる予定。村内を鉄道路線は走っていない。最寄り駅は、JR 東日本大港線下北駅。ありがとうございます。